すごいことになってる。やってきました。今シーズン最後かな。締めはここやっぱり北方野草園で、まあ本当は3時か4時ぐらいに来ればいいんだけど、朝ですね、まだ午前中。ミドリシジミに会えなかった。来年だね。ということで歩いていこう。ああ、ここにもやっぱりハギがありますね。さてとギリギリ河原周辺では結構ね、超見かけたんですけど、ここどうだろう、行くだけ行ってみますか。何にも会えないかもしれないけど。おー、キノコ出てますね。結構こういったどこ歩くんでも息切れますわ。いつもと違うね、右からこう上がってくるんですよ、いつも緩やかな。ちょっと急なところ上がってみました。そこが野草園の入り口になるので、行ってみます。あれが展望台へのルートの始まりで、僕が歩くのはこっち側ですね。ここからが野草園になります。あー、すごいね。相変わらずここ飛んでいるものの姿一向に見えないですね。一つも見えない。河原と違う。もうここは冬近いのかな。枯れ葉が落ちてくるだけです。いや、お、飛んでった蝶々。 あ、飛んでる飛んでる、遠くの方飛んでるわ。います。今シーズン締めにはちょうどいいかな、やっぱり。よいしょ、小川が流れてます。もうちょっと太陽出てくれれば。あ、結構太陽出そうになってる。この辺に、おー、広いよねここ。はあ、切れるけど。あ、コース書いてあるんですけど、コースね、あんま関係なく行きましょう。上の方飛んでるの分かったので、上の方にちょっと行ってみようかな。まだこう苔の緑が多くて、あ、人歩いてる人歩いてる人歩いてる。どう行くかな。どっち行っても同じとこ行くのかな、これ。こっち行ってみるか。車がね、駐車場結構あったんですよ。だから人来てるの分かってんだよね、いっぱい。登山してるんだと思います。はあ、息切れる。すごい急斜面なんですよ、実はここも。もっと夏に比べて本当に、すべての虫がもういないんですけど、たまに飛んでる。エゾアジサイ。綺麗でしたね、これ、夏来た時に。薄い色してんだね。薄い色。まあまあ、この遊歩道よく作ったと思いますよ、斜面に。しかも苔をはわして、はあ、芝生。あそこ芝生って書いてある。ほっ、蝶か枯れ葉かわかんないような感じに見えますね。あ、なんかこういう風になってるんだ、芝生。こっち、はあ、平らなとこに来たけど、またあそこで喋んだ。これ見て、これ大蛇のようにこの鶴が上がってってますよ。さっき遠くにね、あ、飛んでるな、あの辺だ。なんだろうな。とりあえず動いてみよう。はあ、息切れてばっかり。待ってたら来るかな。とりあえず移動まあ北方野草園自体も楽しみましょう今日は。
10月末までやってるけど、現実的には年中休み。まあ、野草園自体は閉園になるんだけども、ここ自体はね、この中は入れないかもしれないけど、嵐山自体は年中歩けるというか、そういう感じらしいのでね。よいしょ。トレッキングですね。トレッキング。野鳥がいっぱい飛んできました。もうね、森の中飛び回ってます。上見上げるとこんな感じで、あーすごいね。見下ろす感じもいいじゃないですか。上に上がったぞみたいな。いや、まだ上、もっと上あるのかもしれないけど、とりあえず上がった感じがいいのかなと。いや、遠くにたまに蝶々見えるんだけど、近くにいないという。はあ。一応ね、蚊取り線香持ってたんだけど、全くいらないですね。さすがにいない。そんなものはいない。ちょっと待って、あ、雪虫飛んでる、雪虫。今年暑かな。雪虫飛んでる。あ、映ったかな。白い点、ちっちゃな。これがね、出てくると2週間後ぐらいにだいたい雪降るって言うんだけど、まだ早いよね。ちょっと早めの雪虫かもしれない。いましたね、雪虫が。冬近しい。なんか赤い実がありますね、赤い実が。これなんか夏にも見たな。南天みたいな。南天もっとあれだもんな。こんな赤くない。ああ、モンキチョウ飛んでますね。で、奥の方にモンシロチョウ飛んでる。シジミの雰囲気はない。でも結構ギリギリまで飛ぶはずなんですけどね。ここ花が多い場所だからちょっと期待してきたんですけど、この北方野草園でもいないっていうことは相当で、気温が違うからか、河川敷の方がいっぱいいるんだよね。もうこの辺り街が見えるんだね。こっから先は中和ですね。で、橋越えていくと、どこだ、嵐山、いや違う、旭岡の方に向かっていく感じかな。ススキ、もう最後の、本当に蝶々にしてもう最後のフライトですね。あ、でも花炙りはいっぱいまだいるんだ。これはミツバチじゃなくて、多分花炙がいっぱいいるんだと思います。花あるからね、一緒に蝶々いてもいい感じなんだけど、いない。あれ、これは通れる、そっちか、そっち行かなきゃなんないんだな。これ通れないもんね。はい、池にやってきました。この左下が JR の函館本線走ってる河川が見えるんですよ。この下通ってんだね。なんか今ちり紙交換のやつが聞こえてくる。まあ町ありますからね、下に住宅地。何もいねえ。何もいないよ。シーズンオフっぽいよ。もう終わったかね。本当にシーズン、前回でもう終わりかなっていう。でもその後いっぱい会ってるので、散歩とかで会ってるので、まだ行けるんかなって感じで、なんとか締めたいなと、今シーズン締めたいなっていう感じでやってきたんですけども、
閉められてるね、完全に。いやー、来年ちょっと楽しみにはしてるんですけどね。3時から4時の間に緑しじみ、ここには出るだろう、きっと。そんな感じですよ。スズラン、花は咲いていません。ずっと上がっていくとこあるんだよね、これね。歩いていけるの。すごい広いんだよ、本当にここ。岬みたいになってるところがあって、そこまで行きます。とりあえずそこまで行かないんですけどね。これを上がっていきます。これものすごい樹液出てますね。多分夜とか、もう季節的にオフでしょうけど、真夏はこれ、カブトムシ、クワガタムシがいっぱい来てるんじゃないかなと思います。最後のお勤めのモンキチョウさんがこの辺にいるぐらいかな。まだひらひらひらっとね、飛んでます。思わず踏んじゃいそうですけど、これ。風船竹。キノコです。まるで鳥のね、卵でもあるような感じ。こっちの方をちょっと行ってみますかね。はいはい、モンキチョウさん。強いね、モンシロチョウとモンキチョウは。至る所に風船竹出てます。通称爆弾キノコ。踏んづけたら胞子がボワッと出るやつね。出てます、出てます。豊作です。踏まないように行こう。おお、なんかここも開けてる感じだな。でも気温が低いんだろうな、やっぱり。こちらはレンガ竹ですね。レンガ竹出てます。色綺麗なんですよね。なんかね、上の方行ってもなんかいなそうなんで、もう一回下がってみますわ。だんだんキノコの話になってきたよね。立派なやつも出てます。何かわかんない。ここ下ってってみようかな。もう涼しい感じです。涼しい感じ。ツツジ園だって。大葉菩提樹、これあれじゃないかな、蜂蜜取る木だね。まあ、ミツバチが取ってくるんだけども。あるんだけどね、通ってきた時に、気がつかなかったね。あんな立派なキノコが出てる。木の幹にね、草に隠れて見えないんですわ。でも出てますね。アカゲラです。あれ、もういなくなった。いなくなった。あ、いるいるいる、下の枝だった。あ、飛んでった。アカゲラです。しれっとなって見えなかったでしょ、多分。あるねー、キノコが。これキノコの会の佐藤会長がいた時なら大騒ぎだね。あ、こっちにもある、あっちにもあるみたいな感じで。これもそうだと思いますね、へばりついてんの。まあ秋ですから出ていて当然って言えば当然ですけど、まあ、こういったあのウォーキング、トレッキングするだけでも楽しい。ああ、目の前、目の前、ほら、雪虫飛んでる。分かったかな。ちっちゃいやつね。本当にちっちゃいですよ。もうそういう時期です。これさっきのアジサイの花の残りまだあります。ほら。綺麗かも。なんていうのかな。薄い。地味なんだけど綺麗みたいな感じですね。なんか黒っぽい実もありますね。こんな感じの。名前は表記がないので分かりません。戻ってまいりました。戻ってまいりましたよ。ということで2023年は今回で今日でクロージングでございます。
来年楽しみにお待ちください。今ね、帰り際に工事さんに会いましたよ。作業終えてきたんですけども、で、僕いつ来るのかなって気にしてたっていう、あとなんかね、写真送ろうと思ったんだけど、これ撮影してるだろうなっていうことで送ってなかったみたいですけども、まあなんか話をしていると、いつの間にか僕すごい詳しい人になってるんだなと思って、逆に一個さんにこれなんてやつって聞かれて、あ、これだよ、あれだよって言ったら、あ、なあ、さすがだねみたいな感じで、いや、今年勉強始めたばっかりなんですけどね、まあそういうのもちょっと面白いかなと思って、来年はね、まあ今日はシーズンオフっていうことに、あのクローズにしたんですけど、来年また来るんでよろしくお願いしますって言ったらね、喜んでましたね。ということで本当に、皆さんもまたよろしくお願いします。